坊やのことは私が骨抜きにしてあげる。なんか私たちが声優であることを思い出せました。そうです、それが声優だった。忘れてたよ。なんかちょうど良かった、ね、めっちゃ良かった。ということでこれは勝ちましたぞ。取れね、取れねー、ずるいずるい。皆さんには罰ゲームやってもらうにゃん。罰ゲーム、かわいいセリフ朗読にゃん。朗読。シチュエーションは今日初めてやった言い名付けの女の子たちがということで、僕が負けた場合はこれ一人で500頑張ってくださいと書いてあるにゃん。あ、危なかったにゃん。はい、台本配るにゃんにね。朗読ってことですか。台本があるにゃんよ、はい、全員でやるタイプのやつ。君ら本職何にゃん。もう相談すると時間かかるから、首藤さんから順番に ABCDE で、順番にセリフ言ってほしいにゃん。では皆さん準備よろしいにゃんか。はい、はい、おっ切れてるにゃん。では参りましょう。よーいスタートにゃん。ダーリンと結ばれるのはこの私ですわ。お前のフィアンセは私に決まってんだろう。坊やのことは私が骨抜きにしてあげる。私のことを選んでくれますよね。早く決めないとみんなで結婚しちゃうからね。おー、すごい、ニャンダフルー、ニャンダフルー。なんか私たちが声優であることを思い出せました。そうです、それが声優だった。忘れてたよ。なんかちょうど良かった、ね、めっちゃ良かった。次からこれにしてください。もう絶対に全員でやるタイプめっちゃ楽しい。あ、良かったにゃん。お互いウィンウィンな感じだにゃんね。僕だけにゃんが取れないにゃんね、これこれ、ね、確かに。はい、でもこのコーナー終わるまでですからね。はい、ということで皆さんいかがだったでしょうか。